アンソニー・ポポビッチは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身の、元同国代表プロサッカー選手。サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。1989年、16歳の時に、NSL のシドニー・ユナイテッドでキャリアをスタートする。1989フィファユマイナス16、世界選手権ユーマイナス16代表。 1991フィファワールドユース選手権 U-20 代表4位入賞と各年代別代表を経験し1992年エディ・トムソン率いるバルセロナゴリに U-23 代表に選ばれ同大会4位入賞に貢献した1995年2月8日新前試合対サッカーコロンビア代表戦で A 代表デビューを飾る 1997年6月、トムソンが J リーグサンフレッチェ広島監督に就任、それに伴いポポビッチも入団する。守備のようとして活躍、上村健一及びハイデン・フォックスと組む3バックは、当時の J リーグでも屈指の守備陣だった。一時はキャプテンを務め、PK も蹴っており、監督やチームにとって絶対的な存在だった。2001年、 バレリーにポム西に,に監督が変わると2バック気味の4から3から3に戦術変更した中でも主力として活躍した。この間、FIFA コンフェデレーションズカップ2001代表など A 代表に呼ばれ続けるものの主力に定着できず大陸間プレイオフに出場は叶なわなかった。2001年6月。 欧州遺跡を目指し、イングランド一部リーグのクリスタルパレス FC に移籍し一時は、キャプテンも務め、2003から04シーズンには、プレミアリーグ昇格を決めた。2005年、ワールドカップ予選大陸間プレイオフ2試合に、出場し2006フィファワールドカップ出場に貢献。本大会では、グループリーグ2戦目のサッカーブラジル代表戦のみ、出場している。 2006年7月、クリスタルパレスとの契約切れに伴い、カタール9リーグのあるアラビに移籍した。しかし、ホームシックに悩まされ対談を決意。一時は、自らのルーツでもあるクロアチアの強豪チーム、ハイデュークスプリトへの移籍を希望していたが金銭面で、折り合いがつかなかった。2007年7月、シドニー FC へ移籍、キャプテンとして活躍する。 2008年11月をもって、現役を引退する。2008年11月、シドニー FC で、アシスタントコーチに就任した。翌2009年、ジョン・コスミナ監督解任を受けて、短期間暫定で監督を務めた。2011年2月、トギー・フリードマン率いるフルス・クリスタル・パレス FC の、アシスタントコーチに就任した。 2012年5月、オーストラリアに戻り、A リーグに新規参入するウェスタンシドニー・ワンダラーズ、FC の初代監督に就任した。同シーズンのレギュラーシーズンを、いきなり優勝し、グランドファイナルへ進出、結果準優勝で終わったことから、同シーズンのリーグ最優秀監督賞を受賞した。就任3年目の AFC チャンピオンズリーグ2014では、 決勝トーナメント1回戦で、古巣、広島を退け、決勝まで進出。A リーグのクラブとしては初めて ACL 優勝に導いた。2020年、ギリシャスーパーリーグのクサンティ FC の監督に就任。1990年代から2000年代のオーストラリアを代表する屈強なセンターバック。空中戦に強く、セットプレーでの得点力も有する。 各、クラブ及び代表でキャプテンを務めるなど、キャプテンシーもある。クロアチア系移民。ありがとうございます。